あとはオーディションページに書いてあった、えー、引っ越し費用とか、まあ、そのサロンうんの話の変更も、うん、まあちょっとよくわからない、まあ、何かしら理由を説明するべきだと思うけど結構行き違いが多かったりして、うんはい、エントリーシートっていうかその。 プロフィールみたいな何回か提出しないといけなかったりとか、それが反映されていなかったり、いろいろと結構こう、あのそうですね、ちょっとコミュニケーションがうまくいっていないのかなと思う部分もあったんですよね事務局側と、<ち>はい立花さんがち,ちなみになんですけど、立花さんがどう,どうしてもお話ししたいということなんですけども、難しいですかね、やっぱり LINE は。 ああ、そのどのような内容かにもよりますよね。今回も、た多分今回の件についてちょっと話したいことがあるみたいなんで、まあ、できれば、ちょっとまあもう僕、僕、うん、僕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 、本人さんが今、来てくれてるんで、たぶん、ああ、なるほど。ちゃんと話した方がすっきりするんじゃないかなっていう。 で一応僕の方からでも立花さんにはあなたのその身分がばれないような形でようには言っときます今。ああなるほど。えちょっと待ってねあの、まあ、あのこちらも例えば NECOK さん側に対して、はい、あのそういうなんていうんですかね足を引っ張りたいとかではないのでたださんにちょっと疑問 了解、はい、一応立花さんがえっ、ー、と僕の方からえっ、ー、と相手の女性が特定されないように話できますかねと言ったところそれは大丈夫です。の了承を得たので大丈夫ですかね。かはい。のグループでいいですかみ、ねあのー、たいな。あ大丈夫ですけどその反面差別みたいなことされるとちょっと怖いので。ああそうです、ね。それはじゃあそこはなしで。はい。それはちょっとなしでということで。はい。お願いしてもりました了,了解です。よろしいですか。はい。はい、大丈夫です。 あと、あのラインのアイコンとか名前も今変えた方がいいですね。じゃあ、であれば。あ、ですよね、ですよね。はい。はいあのまあ、僕はあの配信の画面には出さないんですけども、まあ、一応年、年じまはい。はい、あー、なるほど。承知しました。じゃあ、一旦 LINE の方で変更ではい。はい、お願いします。ではですね、立花さん、<laughs> ちょっと。大丈夫ですよね、これ。 えトラブえちょっと待ってちょっと、よくわかんない,これい大丈夫かこれ僕は一応相談者を守らないとねさすがに <laughs> <laughs> えっとこちらにあ女性の方今立花さん呼んでますもしもしはいすいませんちょっとお待ちくださいえっとあちらのグループにお願いします やばい NHK ぶっ壊すの人来ちゃったよ正直ちょっと怖いですけど <laughs> まあ、あそこはちょっと僕もなあのフォローはしますけども僕も怖いですちなみにまあただ皆さんが聞いていらっしゃる公の場っていうことなのでまあそうですねあ,あなたが言ってることがの本当であるならば、はい、別に責められるようなことではないかなと思いますうんはい 全部嘘言ってたらちょっと話は変わりますけどね。えー、あ、一応あのボイチェン皆さん終わりです。はい。はい。お願いします。あ、すいません。立花さんこんなにちや分遅くに。<laughs> あれ。こち,ちさん。ちょっとあのお声が聞こえないようなんですけども。聞こえます？これで聞こえました？はい。えっ、ー、とお顔はこれ出しても大丈夫なんですかね？ あ、僕は顔出します。大丈夫です。はい、聞こ、はい、えてますよ。はい、<laughs> はい、どうも、お久しぶりです。はい。お世話になります。お願いします。<laughs> はい、まあ、ここまでご覧いただいて、この後ちょっともう続いていきますね。で、まあ、この先は、あのー、これこれチャンネル、くれこく,くんのですね。三時間四十五分のチャンネルで、ちょっとご覧いただければと思うんですが。で、この後ですね。ちょっと、あの後、夜、どんなことがあったかと。まあ、あのー、このね、えー、細川真中さんからの。 このツイートがねえー。京滝30枚その他活動費自腹です。とかっていうのはまあ、これはもう細川さんからも今日謝罪のあれがありましたけども、も、えー、電話もありましたし、全然細川さん悪くなくてこれ12月29日なんですけど、ちょっとこの量っていう人がなんか煽ってるわけですよね。ギャラとかもらえるの？当選する気ないでしょ。何が目的選挙、違う目的で後ろに出っていうことに対して。 本気でやってると。もうこのね、細川さんはもうね、森田さん、真中さん、全然ちゃんとやろうとしてくれてる人ですので、えー、これ、どっかに置いた方がいいのか。こういう感じで置いた方がいいのかな。で、まあ、こういうね、ちょっとした悪意のある、質問に対して、ちょっとね、勘違いの、まあ時代、実際、活動費は自腹ですので、えー、当選しないと儲からないのは儲からないんですけど、 まあこういう感じでですねえー、話がしましてでそのこの方との LINE まあこれこれくんとの LINE がこのままスタート3人の LINE がスタートしてるんですけどまああのー、僕はもうこれ放送後ですごめんなありがとうってこう書いていってるわけですね。でいい宣伝できてよかった。 まこれこれここありがとう。で、えー、脅してた、えー、脅してたらごめんかな。いやありがとうございます。もうでいたって普通の会話ですよね。政治家情報というとこは宣伝できてよかったです。イケメンとも作るよっていうようなことで、お忙しい中、お話しください。ありがとうございます。盛り上がったと思うのでよかったです。このクリニック、どうしたらいいでしょうかと。まあ、このお忙しい中、お話しくださったって、この、ここがですね、今回、まあ、被害を訴えた女性というところなんですが、 まあここまでは全然良かったねっていう話で放送後も丸く言ってました。で、で、これとりあえずこのまま3人で置いといてですね、結果的にもいい宣伝になったので良かったですっていうことで,で、こういう場でも設けてもらってありがとうございますと、まあ、これちょっと読んでいっていただければですね、全然いいと思います。で、 まあその唯一ね僕が電話をして揉めたのは川さんっていう人なのでこの人じゃない証明はどのようにねやったらいいですかみたいなことをまあ言ってるので要はもう別にそんなのあなたが川さんじゃない情報なんかしてもらわなくてもいいよというところで僕はこの時この人が川さんじゃないってことを信じてたんですよね。 で、ただ別に、河尾さんに対しては、目には目を歯には歯をとかって、ツイッターで僕に喧嘩を普通に売ってきているので、別に彼女とこの子を間違った、河尾さんとこの女性を僕が勘違いしたからと言って、河尾さんは名誉毀損とかわけわからんと言ってますが、名誉毀損でも何でもありません。えー、あなたがあ、目には目を歯には歯をとか言いながら、じゃあ公開で討論しようよと、お互いやり取りしようよってった逃げてるので、あの、喧嘩をできたのは向こうの方ですから、僕はその河さんのことは、 何も触れてなかったんですけどあの夜中11に電話してとかねなんかあの発言がこういう引っ越しできる日を出せる人はパパ活してる人みたいなねちょっと本当に他の女性を侮辱するような発言が電話であったのでこいつあかんなと思ってそれであのもうやめてくださいともうこの,あのプロジェクトに入らないでくださいと言ったら、まあ、逆ギレしてツイッターで僕を攻撃して、まあ、え政治家女子法廷等を。 攻撃してきた人間とで実際他にもこの世にいたのでこのでこ人だけではないんだと思います。この人が川川さんがどう,うかもわからないし、おそらくまあ本人は否定していますので、川川さんではない人物だと、まあ、この時も思っていましたし、今もそれはそうだと思います。ただ、川川さんとこの賞を間違ったからって僕は誰にも迷惑をかけてないので、そこについて謝罪するつもりはありません。で、まあこう、要はね、これ、昨日の夜、これこれくんと3人の中で、 どういうことが起こったかっていうと、まあ、せっかくのご縁だから、あのー、もうちょっと大きくしたほうがいいのかな、せっかくのご縁だから、ね、えー、当選する確率が高いから、あなた立候補しませんかと、こういう話をしたんですね。で、そうしたところ、まあ、この方からですね、えー、これいっぱい出したらあかんのか、別に出してもええなもんか。 えー、要はもう直接あのやり取りしましょうということで、えー、こういう感じでですねもうたった10時間ぐらいかなの間にすごいやり取りを繰り広げましたでこれをですねちょっとご覧い,ていただきたいんですけども お世話になったのです、本日はお忙しい中、対応してくださってありがとうございます。こちらこそ不快な思いさせてしまいと。で、えー、私にも至るの点があり、まあ、ねと、まあ我々がやるのはこれこれん関係ないでしょうということで、これ、どんどん見ていってください。で、ね、先ほど、ラインの方に、まあ、こういうことですね。えー で、彼女が具体的にどのようなエリアが決まってますかと。まあ候補、立候補にすごく前向きになってきたので、えー、でですね、明日事務所にって正式に確認しますが、川口、市川、宇都宮などの当選確率が、ということで、ここなんですよ。次ね、一票を投じさせていただいていました、いた支援者ですので、勝手ながら、このような形で終わるのは残念だと思っております、つっ,って、 なんっせ NHK トリドーも一票入れたとかこのこと言い出してるんですよね。で、えー、で、もうこれ、今回これこれくんの動画に出たっていうことで話題にもなるし、我々は本気でやっている。東京ドームでも数年内にコンサートするよと。で、私はふさわしくないと楽園をされてたと思っておりましたので、っていうところでですね、ずっと続いていきます。基準に満たのではないかという危惧はしておりますと。 で、こういうやり取りがあって、で、本,人本日35人の YouTube、ご覧いただければ分かる通り、すべてのこう希望者を公認してます。だから立候補したい人は基本的には全員公認してるんですよ。見た目が悪いとか、年を取っている方も公認してますとで。要は本人のやる気だけで判断してますということで、で、えー、で、当選するかどうか分かりませんねと。 で市川氏は、まあ、公認希望者が金曜日の記者会見に来なかったということで、キャンセルの可能性がありますとか、えー、明日しか市川、まあ、市川の人、結局はあのそのまま残ってるんですけど、えー、とにかくこういう形で、ですね具体的な選挙の場所をですね深夜のこれ、夜中3時半とか、3時半ですよね、やってます、昨日終わってから。 で、まあ、すぐ通るかわかりませんが、この政治家女子48のプロジェクトは始まったばかりなので、これからね、あのー、成功すると思いますと。で、居住地が遠方なのですが、市川以外での購入は不可能でしょうかと。日付が差し迫っていますので、例えば同じ都道府県内もエリアなども状況によっては可能でしょうかと。まあ、この人もそもそも最後までどこに住んでるか教えてくれなかったんですけどね。仮にこの、 中に加わったら裏切り者のような形で見られたりはしませんかとか来てるんですけど、よう分からないですよ、回路がね、考え方が。で、市川市の方、おととい電話が繋がっています。当日欠席でした。で、川口の方、おとといから電話が繋がってないので、公認取り消しますと、こう言ってるわけですね。すると、急に話を変えて、統一地方選以外の選択肢ありますかと。まあ、いわゆるこれ、 今にして思えば、この人も公認、最終的なことを言えば、公認を辞退してます、最終的にね、とにかく何か質問をしたいんでしょうね、愚痴を、なんていうかな、あのー、なんか難癖をつけようっていうか、いわゆるいちゃもンをつけようとしてです、ね、いろんな情報を引っ張ろうとしてると、でまあ、これについては僕、ちゃんと真摯に回答してます、もう、あのー、ま、ずらぎぬものとは僕は思わないけど、他の人たちがどうするか知りませんと。 多分みんな仲仲間だから仲良くできると思いますよとで次、統一挑戦になると、あのー、今回落選する人も出てくるから4月の選挙で落選した人は次の、ね、場所も、あのー、やってもらうとかボランティアの人たちを優先するので、えー、4月の統一挑戦後の選挙区においては、えー、あなたを公認、あのー、するわけにはいきませんよと。 でどんなに遅くなっても20日あたりまでに移動ですねと、もうこれ、もう急遽こういう形で、ですねやる気まんまんなんですよで。そうです、マンスリーマンションはこちらで手ができると思いますと、承知いたしました落選承知でも資金繰りなんか出るのはお勧めされないんですかねと、もうその通りです進めてないですね。で、でメインは関東で、首都圏のほうがいいですと、買い時はいつまでしょうか、家族とも話し合わなければいけないと。 で、市川と川口は当選確率90%あると。そこまで行きますかもうね、なんかそこまで行きますかっていうのは、もうそ,ろそろ実際それは通るからね。で、ちなみに20代ですと。1月20日までにマンションに影響していかないといけないので、月曜日の午前中が限度だと。で戸籍謄本を取り寄せる必要がありましたよねとか、もうなんかもう、こういうとこだけは戸籍謄本はいらないんだけどね。 で、これ、一課の選挙結果とかを送ってます。で、定員が42あるのですねとか、まあ、4年前に佐治が当選してるとか、まあ、この辺ちょっと割愛していきますけども。で、転居したらどこまでの負担になるのですかと。川口って、もう、まあ、これ川口がね、前回、塩田君がね、42番、42当選するとこ、15番で当選してるから、 すごい大チャンスですよ。で、株、えー、付きマンションの家賃を80万ぐらいになります。その代わり当選したら月10万ずつ返済してください。落選したら返さなくてよいです。と。いやいや、それは申し訳ないです。との。何言ってるんだろうね。これ当選するからこちらは言ってるんだけど。で、えー、もちろん選挙のお金かかる共達金などもお金は政治家、女子、法廷等が支払います。と 当選したら議員,議員の報酬からですね、だからこそ当選が見込まれる場所にお願いしたいとおっしゃられるんですね。そこまで承知ておらず、今回はお話できてよかったです。もう全然ここ、普通に話してるじゃんです、ここはね。で、そうです。当選すれば月々10万円で8回くらいになりますと。借金というよりは可能性に欠けてくださっているのですね。ね。で例えば荷物の関係もありますので、 まあ、とにかくここ出る気満々です、ここはね、ここまでは。で、ね、これは返金も不要、ね、私は当選させる自信もあるし、マンション代も建て替えるだけでね、当選すれば返してくれればいいじゃんと、私のやる気を見てくださっているところをし感じています、ありがとうございます全然前向きでしょ、僕、この時一切疑ってないんで、この人。ここね、やる気があった。 ああままりにどこか絡まりしてしまってっいた部分はあると思ってますと、まああとは細かいことですねマンションの鍵とかそういうことですけどねっこういう入居マンションの入居実態とか結局もうこの人ね何か NHK 党というかこの政治家女子の上げ足を取るために一生懸命こうやって僕今となっては質問してると思いますあんまりこんなに詳しいこと他の子聞いてこないんですよ あのもう最終的にはこちらが、あの分からないことでは当然教えてるわけですから、ちょっとね、本当に質問があまりにも細かすぎて、ここね、ポイントです、正直無所属で出たいとは思っていましたって書いてあるんですよ、正直無所属で,できたい出,て出たいと思ってたっていう人がですよ、親の反対は今頃言い出しますかってことです、この人、最後、家族の問題、親じゃないな、家族の問題でやめてるんですけど、最終的にね。 戻っていったら本当でも外泊してたら外泊はダメですかとかも、まあくだらない人もずっと来るんですけどで少し転居のハードルが下がりましたありがとうこのことここね「このことは公害禁止の方が良さそうですね」って書いてあるんですよねこれ他の人によっちゃまずいですよって言うから「いよいよ全然構わないよと」とこうやって書いてます。 私に秘密はありません。私の方は口外していただいて大丈夫ですよと。なんでこんなのが秘密にしなきゃいけないのかねと思うんですけど、ご自身で働かされる方もおられるので、なるべく今日中遅くても月曜日の朝には回答していたしますねと。で、こういう形で、立花投手もお疲れだと思いますの、ね、で、まあねえー、私も検討いたしますと。 いうことで、これが朝方終わったものかな。で、これで寝て、やっと次の日っていうか今日ですけど、このように、こんにちは、お世話になっております。家族とも話し合いました。大阪府高槻市、千葉県浦安市、まあうんぬんで、お忙しいところ、ね、ど、こちらの当選確率が高い場所を順番に教えてもらえませんかと、まあ。今更これ何こんな聞いてきてどうすんのやろうと思ったんですけど、まあ川口が圧倒的に高いですよと。 でその上でアクセスなども踏まえて前向きに検討したいですと言いながらで川口市川っていうのをね空き状況っていうから川口空いてますっていうことでもうこれにも市川もうで川口で調べますとかって言い出してで、えー、川口が空いてることで川口ジャンスですねと。 で川口本当においしいのでということでこのようにしてでこの右側にはこれはもうすでにリブマックスのいわゆるその業者さんにねホテルを取ってもらってるよっていう、まあ、もうそういうのをやってますよっていうことをお知らせしているところであります。 でえー、早速対応くださりもうだから引っ越しなんていうのは別に家具付きのマンションを借りているのでねもうこんなのはリブマックスを借りているので全然問題ないですよっていうことでリブマックスの物件すぐに送ってますで、えー、江戸川区やあ府中市の方こういう物件ですよっていうことはオートロ拝見しましたオートロック付きなのですね安全まで配慮してくださっている当たり前のことなんですけど で活動するのは駅前も積極的にということでまあもうとにかく本人はこうやって長引かしてるんですけど最後や断るんですよ <laughs> うんもうねもうなんせ質問をバンバンして何か上げ足を取ろうとしてるとしか思いませんでもう遅くても明後日には転居届が必要とかも分かりきったこと何度も書いてくるんですよ で最終回答期限を設けていただくこと可能ですかって、今日の17時って、もう最終回答期限も減ったくれもないんだと思うんだけども、で家族とも話したので、18時お願いしますね、はい、17時了解しましたと、僕は昨日の夜朝までっていうかね、今日の彼女がこの18時までとか、あの17時とかね、最終回答期限とか言うまでは、本当にこの人、各自で立候補してくれると思ったんですよね、でも何を訳分からないこと言ってるんだろう だって、無所属で出るまで決めてた人が、あのー、こうやってお金も使わずにね、川口という非常に有利なところで選挙出れるんだから、迷うことも何もないと思ったんで、この人、おかしいなと思ってで、ここで初めて、マンスリー、マンションにはあなたの名前と住所が必要だから教えてくれませんかって言ったら、結局、家族とも話し合い。 日程が迫っていることからどうしても間に合わない可能性が高く苦渋の思いで難しいと判断しました。何が苦渋なの今週の金曜日までに川口に一回行って地元のまあその木曜日かな水曜日か木曜日に転出届を出して1月20日付金曜日に川口に来て鍵を取ってそこであの家具付きのマンションなんだから寝泊まり始めたらいいんでしょ 意味がわからないですね。